おとつです、赤です。今回は久しぶりにねちょっとテニスの動画をね上げていこうと思います。はい、ということでね、今まあちょうど真冬と連覇がガチャに登場しているということで、最近全くねテニスの方ガチャは引いていなかったんですけれども、というのもそこまで僕的に欲しいキャラがいなかったっていうのもあるんですけれども、うん、まあ、真冬今回ちょっと欲しいなっていう気もしているので、10連くらいちょっとやってね、5ウィナーズをその後ちょっとやっていきたいと思います。ということで、はい、ちょっとガチャ、久しぶりのテニスのガチャで、ガチャチケットが今23枚あるんで、ガチャチケットの方で回していきますね。なんかこの間ね3枚ぐらい失効しちゃったんですよね、引かなすぎて。いや非常にもったいない。ということで早速10連目いってまいります。まあね、何か来てくれたらいいかなというような感じですね。今回はこのデータダウンロードってどうなんだろう、テニスって。でも久々のガチャだから何か来てくれると嬉しい。はいどうでしょう。よし、もうなんか欲しいキャラがいるときにテニスは回すみたいなところがあるので、僕はで、ね、ある程度ねキャラは揃っているので、うっ、まあ新キャラ、まあ石プールとかも強いって聞いてはいるんですけれども、スローにさせるのがね本当に使いやすいみたいな。あ、これちょっと怪しそう。僕のこと応援してね、久しぶりのガチャ何か来てくれると。久しぶり、うん、かなり久しぶりだねガチャは。なんか単発でキャロヒー、あ、まさかのフランがスターを持ってきてくれました、ありがとうございます。これで終わりかな、そしたら。はい、ということでね、フランスターというような形で今回は終わってしまうんですけれども、雪女の真冬、3枚だけ引いてみます。いや1回引いちゃうと引いちゃいますよね。ちょっと3枚だけでちょうど10枚残せるんで、そうするとお金だぜ金だぜ。そうですよね、まさかのフランか。フランは持ってるんですよね。あ、今度なんかボックス紹介とかもできたらいいなと思ってるんで、その時はぜひぜひよろしくお願いいたします。まあとりあえずラスト引いていきます。なんか来てくれないかな。はい、銀ここで終わってきます。本当に欲しいキャラが来た時に一気に回すようにね、ということで5ウィナーズに移っていきます。はい、続きまして5ウィナーズの方に進んでいきたいと思います。お任せでいいかなお、ネモくん、ネモくん、いや久しぶりだから緊張するな。ちょっと行くぜ。セラとネモかな、相手は。テニスもね楽しいんですよ、やっててやっぱりでね、本家の方のキャラとかもね、今回みたいにね真冬とか入ってくれたりして、もう本家やり込んでるぜとしてはね、そういうのも嬉しい。あ、よろしく、打てなかった。よっしゃ行くぜお、ラッキーラッキー、よろしくしとこう、よろしく。ちょっと、ま、前衛とかもね久々な気がする。よし、怪しいのは打たないで。あ、やらかした。ちょっと集中しないと、ごめんよし行くぞ。ここはこっちか、頼む。よし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 、これドリンクもらっちゃうぜ、ありがとう。しゃあ行くぜ行くぜ。やばい、近いになっちゃった。よしよしよし、あ、まあ行く。お、ダメだな。お、うまい。
ナイスナイス。あ、ギブアップされてしまった。まあでもあんまりやりすぎると長くなっちゃうんで、まあ今日はね、今日のところはね、この辺りにしといてやろうじゃねえかみたいな感じで多分次やってたら負けてたと思いますまあそんなこんなでね、テニスの方もちょこちょこやっていけたらいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、この辺りで終わっていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。赤でした。